枝野幸男君。枝野君。立憲民主党の枝野でございます。まず残念なことですが、最初に私からは短く、いわゆる桜を見る会前夜祭をめぐる問題についてお尋ねをします。報道各社そろって、安倍事務所による800万円超の差額負担を証明する文書の存在を報じております。国会で繰り返し問われ、繰り返し事務所に確認をしたとして出された答弁と明確に食い違っています。我々は、この明細とか領収書などを出していただければ、この問題はすぐに結論が出るんだと、そのことを求めてまいりましたが、まさにその通りだったということが、今回明らかになりました。秘書が勝手にやったというような言い訳は全く通用しません。そもそも、こんな重要な国会で大騒ぎになっている、一歩間違えれば、まさに身体にも関わるような、そんな大きな問題になっていたことを、秘書限りで勝手に処理をしていたとは全く信用できません。さらに申し上げれば、100歩譲って、安倍総理、前総理ご本人が知らなかったということを、まあ、100歩では足りません、1万歩ぐらい譲って、そうだったとしても、国会で明細書や領収書などを確認をすれば、1日で終わる、だから確認しろと繰り返し求め、そして確認したと言って、国会に対して説明をしていた、その確認を怠っていたということ自体、重大な責任だと言わざるを得ません。この問題は刑事事件の問題じゃありません。国会の審議が愚弄されたということであります。国会に総理が嘘をついていたかもしれないという問題であります。刑事事件の問題とは全く切り離して、国会としてしっかりと実態真相を明らかにしなければならないというふうに思っています。安倍前総理は国会に出てきて説明すべきであると思いますが、菅総理は安倍前総理に説明するよう求めるべきではないですか。内閣総理大臣、菅義偉君。いずれにしろ、安倍総理自身が国会で、ルール、まあ、答弁をしてたことは、これ、事実であります。そして、総理自身は、今回のこの案件に関しまして、刑事告発に対応した検察の捜査に、安倍事務所として全面的に協力している、その趣旨を述べております。国会のことに件については、それは国会でお決めになられる、このことだと思います。以上、枝野幸男君。刑事事件は刑事事件として、それは進めていただければいいんです。国会で総理がこれだけ大きな問題になっていたことについて、しかも野党からしっかり確認してくれと、繰り返し求められたことについて、確認もろくにしないで間違ったことを言っていた、そのことについて、現在の総理として、前総理に対して説明を促すのは当然ではないか。ということと同時に、菅総理はですね、その安倍内閣の官房長官、危機管理の要です。この場合の危機管理は、決して自然災害などの危機管理にとどまりません。私自身の経験も含めて、総理に関わるさまざまな危機管理、官房長官が知らなかったなんていう言い訳は通用しません。菅総理自身、この問題についての責任、どう感じておられるのか、お答えください。内閣総理大臣、菅義偉君。まず、国会において、の件については、国会で決めていただきたいと思います。私自身、答弁をいたしております。私自身も、安倍前総理が国会において答弁された内容について、総理に確認し、答弁してきたところであります。枝野幸男君。あの時から繰り返しますが、さまざまな書類は残っているはずだよ、それ取り寄せて確認してもらえばすぐ分かる話だということは、当時の菅官房長官もお聞きになっていて、私は総理を守る官房長官の危機管理の責任として、ちゃんと書類を自分で目で見て、ああ、説明間違ってないんだなって確認をするのが普通の官房長官だと、こんな危機管理の処方もやってなかったのかということを指摘をしたいと思っておりますし、この問題は、
国会で堂々と総理が約1年にわたって事実と異なることをおっしゃってきた、これからお尋ねをする COVID-19 の問題についてもですね、同じように事実と違うことを語られたのでは対策にならないわけです。したがって、すべての信用の大前提になっている問題だということ、そのことを申し上げ、詳細については同僚議員からお尋ねさせていただきます。では、COVID-19 についてお尋ねいたします。新規感染者が急増してですね、過去最高の数字を記録をしています。東京では重症者の数が過去最高という報道もなされています。第3波と、残念ながら言わざるを得ない状況でございます。政府は GoTo トラベルが感染拡大させたというエビデンスはないと繰り返しておっしゃっていますが、じゃあなんでこの時期にこんなに急増していると認識をされているのか、その原因、理由をはっきりできなければ対策打てないはずだと思います。なぜ今こんなに急増しているんですか。厚生労働大臣、田村憲久君。過去最大の数値でありますから、大変な緊張感を持って今、対応しているわけでありますが、専門家の方々にもいろいろと我々も確認するんですが、明確な断定はできないという中において、一つは十分に感染防止策等々が講じられていないということもある、そしてそんな中において、人の動きというものがですね、増えてきていると、そして何よりもやっぱりですね、その気温の低下、これも大きな要因であろうと、このようなことをおっしゃっておられます。枝野幸男君。結局、原因がはっきりしないという状況の中で、私からすれば、現在、手をこまねいていると認識せざるを得ないんですが、GoTo トラベルが感染拡大を助長したのではないんですか。人の移動が活発になれば、感染が広がるというのは、これはこの感染症が問題になってから、一貫して政府自身も、おっしゃり、国民の皆さんに対して、だから行動制約を求めてきました。第1波、第2波では、活動を7割から8割減らすこと、人との接触そのものを減らすことを政府が国民の皆さんに求めてきました。まずこの春先7割、8割、人との接触を減らすことと求めてきたのは間違いだったんですか。総理、どうですか。総理ご自身が官房長官として、時の政府、国民に求めてきたことですよ。総理いかがですか。厚生労働大臣、田村憲久君。当時そういう話の中で、接触制限、8割人との接触を減らすという話でありました。ただその後ですね、いろんなことを経験で我々も学んできたわけでありまして、これも専門家の方々分科会で申されておられますけれども、5つのリスクの高い場面があると。例えばそれはですね、宴会等の場所、それから長時間にわたるですね、大人数でのやっぱり飲食を伴うようなところ、さらにはですね、マスクを外して会話をするような場面、そしてそれぞれの行動する中において転換点がある。例えば仕事をやっている中でちょっとコーヒー飲みに行くときにマスクを外してそこでいろんなお話しする。それからもう一つはですね、その狭いところで共同生活をするような場所等々ですね、そういう危険な場面というもの、そういうものにどうやって感染防護をしながら対応していくか、こういうことになってきたわけでありまして、そういう意味ではただ単にですね、行動制限というよりかは、いろんな我々も経験のもとでですね、いろんな対応を今までしてきておるということであります。枝野幸男君。ということを求めてきたにもかかわらず、こんなに増えてしまっている、過去最高になってきてしまっているんじゃないですか。明確にこの間、政府がやったことは、GoTo トラベル、GoTo イート、そのことによって、直接感染が広がったかどうか、エビデンスはない。でも、なぜ広がっているのか分からないんですから、それが理由ではないというエビデンスもないんじゃないですか。人の移動が活発になれば感染が広がる。GoTo トラベルは、人の移動を政府が推奨した、進めていた。これ間違いないですね。今も進めているんですよね。全面中止じゃないですから、総理に。内閣総理大臣、菅義偉君。政府の仕事は、国民の命と暮らしを守ることであります。そうした中で、GoTo トラベル、今日まで約4000万人の人にご利用いただいております。
そして現実的にコロナの陽性になった方は180名であります。もともとこの GoTo トラベルを進めるにあたって、当然政府の分科会の皆さんの意見を聞きながら進めさせていただいております。まさにこの GoTo トラベルによって地域経済を下支えているということは、これ事実じゃないでしょうか。そして先週20日の日に専門家の分科会の提言において、GoTo トラベルが感染拡大の主要な原因であるとのエビデンスは現在のところは存在をしないと。こうしたこともご承知だというふうに思います。まず専門委員会の皆さんが20日の日に提言をいただいた、その提言を尊重し、感染拡大地域において、GoTo トラベルの運用の在り方について、早急に検討していただきたいということでありましたので、私たちは20日の翌日に、コロナ対策の全体の会合を開いて、新たに感染拡大防止のために、予防措置として、医療体制を守るために、一部の地域に一時停止、そうした方向を決定をしたということであります。枝野幸男君。GoTo トラベル利用者、それ、延べ人数ですよね、さらにその中で感染をした方が100何人とかいろいろおっしゃってますけども、それは感染者に対して、全員に対して GoTo トラベルの利用の有無をチェックしたんですか。国土交通大臣、赤羽一嘉君。ご利用された4000万人泊について、まず全員に検温をしておりますし、その後すべてフォローをさせていただいておりまして、今言われた180数名の皆さんも、保健所からの連絡を受けた人間について、すべてその数値を公表しております。で、詳しく申し上げますと、その中で、チェックインからチェックアウトまでの滞在期間中に感染された方は47名でございまして、その方々から他への感染があったということは聞いておりません。枝野幸男君。大体そもそもがですね、現時点で感染経路不明者が半数近くに上ってるんじゃないですか。これは各省大臣でいいですよ。今どうなってますか。感染経路不明者半分ぐらいじゃないですか。誰ですか。国務大臣、西村康稔君。連日、感染経路については保健所の皆さんが努力をされて、確認をしているところでありますけれども、これ、地域によってばらつきがあります。例えば北海道、感染拡大しておりますが、直近の数字で 25.9%、東京は 54.8%、大阪は 64.8%、こういった報告を見ながら、対応しているところでありますが、ただ、その日分からなくとも、数日のうちに濃厚接触者等ですね、過去の行動から分かってくるケースもありますので、私ども、日々確認しながら対応しているところであります。枝野幸男君。別の角度から一つ総理に聞きましょう。これ、一時停止した地域で、キャンセル料は旅行客、予定していた客にはお支払いをすること、当然のことだと思います、国の負担で。でも、旅行事業者、キャンセルをされた事業者に対してはですね、35% ですか、しか補填をしない、これだとかえって損をしている、そういう事業者、たくさんありますよね。これ、GoTo をやったせいで、逆に旅行事業者に損失を与えた部分が出てくる、違いますか、総理。国土交通大臣、赤羽一嘉君。まずですね、今回の特別な一時停止の措置で、札幌市と大阪市の宿泊者についてのキャンセル料はかからない、利用者はキャンセル料を負担しない、これが一つです。それに対して、事業者、ホテル業とか旅行業の皆さんの事業者に対して、これはですね、枝野さん、ちょっと少し誤解があると思うんですが、キャンセル料は全くかからないルールで、さまざまな予約の仕方でですね、2日前、1日前までキャンセル料はゼロというところもあります。そうしたところも押しなべて、一律事業者に 35% 相当のキャンセル料を見合いとして支払わさせていただくということですので、おそらく全額
すべてきれいに払った額よりも、それを上回る額のキャンセル料としてお支払いをするということになるかと思っております。委員長、枝野幸男君。ちょっと本質が分かっておられないみたいですが、これ GoTo キャンペーンで少なくとも GoTo キャンペーンがどんどん運用されていく中で、まあ率直に申し上げて端的に申しましょう、北海道これから冬は雪、スキーなどもあって、これからますます観光客が来られることを期待していたかもしれない。でもこうして停止の対象になったこと、あるいは実は感染が広がったこと自体で、この間の3連休初日に慌てて政府が対応する前からキャンセルは相次いでおられました。もし GoTo キャンペーンなどがなければ、実は他のやり方で、感染拡大防止をしながら、いろいろな形でなんとかお客さんを戻そうという努力がされていたかもしれない。ところが今回キャンセルをしても全額キャンセル料は国が負担してくれる。これはキャンセルをしてくださいというメッセージなんですか、それともキャンセルはしないで地域経済を支えるために旅行に行ってくださいというメッセージなんですか、どっちですか。国土交通大臣赤羽和義君。まずですね、そもそも新型コロナウイルス発生から、3月から6月ぐらいまでというのは観光関連事業というのはほとんど商売は成り立たない、もう廃業せざるを得ないというような危機的な状況の中で7月22日から GoTo トラベル事業を開始させていただきました。私はこの間全国でできるだけ多くの現場に行って事業者の皆さんの生の声を聞かなければいけないということで24箇所足を運んで毎回2時間以上の懇談をさせていただいております。先日も週末も高知県、香川県、愛媛県、その前の週は北海道の道東地域、釧路、阿寒にも行ってまいりました。その皆さんが今、おしなべて言われているのは、この GoTo トラベル事業があったから、今、廃業をしなくて助かったんだと、大変感謝されているのが現実でございます。ですから、我々の国交省としての希望はですね、このまま全国の一律で推し進めていきたいとこう考えておりましたが、今回、北海道と大阪の両知事から、その両市の大阪市、札幌市における医療的な状況が逼迫をしているので、予防的な措置として、この一時停止を取るということは、やむを得ない判断だろうという政府の決定の中で、それを国土交通省としても受けて、それに対してせめてもの支援ということで、35% 相当の支援額をキャンセル料見合いとして支払わさせていただくと、一律全員にお支払わせていただくということでございます。枝野幸男君。感染が拡大している地域から GoTo トラベルで旅行に行くことは全然構わない。ただ感染が広がっているところに GoTo トラベルで行くのはやめてください。とその地域の観光関連産業はもう全体に大きな打撃を受けますね。 GoTo トラベルを利用して旅行に行った先で感染が発覚をして地元の医療に圧迫になったというケースは何件あるんですか。それこそエビデンス示してください。厚生労働大臣田村憲久君。今国土交通大臣からもご答弁させていただきましたが、そのエリアにおいて、医療が非常に厳しい状況の中で、そこに人が集まってくることによって、感染等々、それはいろんなパターンがあると思います。もうその旅行する前から感染して、そこで発症するパターンもあると思います。いずれにいたしましても、そうなった場合には、そこでは入院しなきゃいけないという等々の問題が起こる、そういうことをなるべく避けたいと、それはそうでありましょう。そんな中での今回のですね、着においてのですね、GoTo に関して、一時中断といいますか、そういうような状況になっているわけでありまして、これとその外に出ていくというのは若干考え方が違うので、それぞれ外に初で出る場合には、それぞれ行くところの場所の医療の状況がどういう状況であるかということを判断して、それぞれのですね、自治体と国が相談して決めていくことであろうと思います。いずれにいたしましても、そのような内容の中において、今回の決断ということになったわけであります。枝野幸男君。聞いたことに答えになってませんね。エビデンスないから答えられないんですよ。行った先で、GoTo トラベル利用して、感染者が多いところに行って、そこで旅行客が感染が明らかになって、地域の医療を圧迫した。
そういうケースがいくつもあるということなら、感染地域に行くことを限って、停止をするというのには合理性があります。しかし、そうしたエビデンスないですよね。エビデンスないけども、でも人が移動すれば危ないから、いや、そしたら全体危ないんですよ。結局、どちらを向いているのか、はっきりしない中で進めています。確かに観光関連事業者の皆さんは大変厳しい状況でした。だから我々は補償しろと、事実上の補償しろということを申し上げてきました。しかし、その補償を十分にしてこない中では、それはお客さんに来てもらわなければ事業成り立ちませんよ。しかもその補償も、じゃあ収入の全部を補償しなきゃならないのか、そうではありません。時間があればやろうと思っていますけれども、休業支援金、給付金、これについてなかなか受け取れないということで困ってらっしゃる方、実はホテルなどで、週末に限って非正規で働いていた皆さんなどが、この休業支援金や給付金の当然対象で、したがって仕事はなくなったけれども、収入は途絶えないという、こういう対策を取っているはずなのに、しかしこれ、指示も徹底してないので、いまだに受け取れない人がいる。でもそういう方には休んでいただくなどで、支出の方を最小限に抑える。その中で、実はこの GoTo に使ってきたお金、そしてまだ7兆円予備費が残っているというお金、直接的にどうしても潰れてしまいそうな、それを潰さないためにというところに直接支援をすることの方が、中長期的に感染の拡大を抑えて、そして観光事業者を持続させるということにつながったのではないか。私は残念ながら、このアブハチ取らずのやり方、そもそもが人が移動すれば感染広がるリスクが高いということの中で経済を回していくためには、経済を支えていくためには直接支援をして、そしてまずは徹底して検査などによって感染を抑制する。感染がゼロになれば、例えば台湾は事実上そういう状況です。そういう状況になれば GoTo トラベルなんかしなくたって、みんな喜んでこの間行けなかった旅行行きますよ。車の両輪ではなくて、徹底して検査をして、徹底して感染を抑える。その間は、徹底して直接支援で事業の継続を支える。私はこれこそが、今の状況において、経済を回していくためには、車の両輪ではない。ベースには感染の抑制がある。抑制されるから、社会活動ができて、経済を回していける。そうじゃありませんか、総理。総理。国務大臣、西村康稔君。私どもですね、経済活動、社会活動をと両立を図っていくためには、感染防止策が徹底すると、このことを申し上げてきました。当然、感染防止策を徹底することが大事であります。そして、先ほども答弁ありましたけれども、4月、5月と違ってですね、全部止めるんではなくて、スーパーコンピューターを使ったそのシミュレーションなり、データに基づいてですね、例えば映画館もプロ野球場も一定程度入っても大丈夫だと、そういったところでクラスターは発生していません。そうしたことを取りながら、経済活動との両立を図ってきたところであります。ただ、一定の地域については、例えば北海道の札幌とか、大阪市であれば、もうこれがステージ3という、ステージ4になれば、まさに緊急事態宣言が視野に入る、相当強い自粛なり、経済を止めていかなきゃいけない、その前段階で、3の段階でチェックをしようとする段階に入ってきましたので、一定の措置、つまり、感染防止策が徹底されている行動であってもですね、これは一定の制約をかけていかなきゃいけない、そういう段階になってきたということで、今般、札幌市と大阪市について、一定の停止をするということにしたわけであります。枝野幸男君。感染防止策が徹底されてないから感染拡大してるんじゃないですか。現に感染は過去最高の感染者数を出してるじゃないですか。いや、努力をした分、それは認めるところありますよ。それは例えば映画館とかそういったところについて、どれぐらいの距離を置いて、対応すればですね、感染のリスクが下がるかとか、そう今おっしゃったような部分は評価するところありますよ。でも GoTo トラベルや GoTo イートは、これまで特に春先、この夏は、みんな旅行に行きたい、会食したい、でも我慢をしていた。政府がこういうキャンペーンを始めたんだから、じゃあ安心して旅行に行っていいんだな、安心して会食していいんだなというメッセージを政府は出したんです。そのことで経済もある、あるいは私自身も含めてですね、旅行やあるいは会食できないというのは、多くの国民の皆さんにとってストレスですから、できるだけそれが可能になるという状況自体は、それは望ましいことですよ。でもそれを政府が推奨する以上は、
それによって広がるかもしれないリスク以上の感染拡大防止策を政府として取らなきゃいけないじゃないですか。それがなされていないまま、旅行を推奨し、会食を推奨する政策を取って、そして結果として実際に感染が広がっている。広がってしまえば、今回の札幌や大阪のように、観光関連業者の皆さんにもかえってご迷惑かけるじゃないですか。これがいけないから、感染拡大防止策を徹底しろと、ずっと我々は言い続けてきた。特に、検査の拡大をしろと。検査をして、もちろん PCR 検査でも一定の偽陰性、つまり本来は感染しているのに、その感染しているという陽性の反応が出ないケースは一定程度あります。しかし7割、8割、場合によっては9割、間違いなく自覚症状じゃない感染者を発見できる。そうした方は会食だって、イベントだって、旅行だって、それこそご自身でお止めになるじゃないですか。こうした方をたくさん増やせば、さまざまな活動をしても感染のリスクは大幅に下がるんじゃないですか。なんでこの感染、検査の拡大をしてきていないんですか。厚生労働大臣、田村憲久君。検査はもうご承知のとおり拡充をしてきておりまして、蓋然性の高い方々は特にですね、それは地域も含めて、行政検査をやっていただくようにということで、自治体にはお願いしております。今般介護従事者でありますとか、そういう方々に関しては、一定の、感染拡大地域においては、これ、行政検査でやっていただきたいと、費用に対しては、実質的には国がご負担をしますということで、これも通知を出させていただいております。今、委員がおっしゃられたのは、そういう話ではなくて、一般的に住民の方々で、蓋然性がない方々も含めてというお話だったのかというふうにお受け止めいたしました。それに関しましてはですね、これ、ランセットの掲載されている論文なんですけれども、先ほど言いましたような、蓋然性の高いところでやった場合には、これはですね、定期的にやるとですね、当該集団から感染を25から33% 減らすことができるが、一般の集団に広く検査を行った場合は、接触者調査とそれに基づく隔離以上に感染を減らす可能性は低いと。これは大体ですね、5%、2% ぐらいしかですね、実効再生産を下げると、こういう論文です。で、アメリカは1億8000万回検査やってますが、しかし毎日十数万人が感染拡大しております。つまり、これはですね、こういう論文が載っているわけでありますので、我々は以前から申し上げておりますように、蓋然性の高いところはしっかりとやってまいりますが、しかしながら、すべての国民の皆様方にという話になると、それは強制的に一定期間で、すべてのその地域をやれれば、それは一定の効果はあると思いますが、日本は強制的に検査をさせることはできません。それがまさに世界で今起こっている状況でありまして、ヨーロッパもアメリカも日本以上に検査をやっておりますが、実は感染拡大は日本以上に行っているということであります。枝野幸男君。全国民に全部一気に強制的にやれなんて私は言ってませんよ。まずそもそもご指摘のあったね、介護施設に対する検査の拡大については、8月28日の取りまとめで、その方針出してるのに、徹底しないから11月19日にもう一回事務連絡出してるじゃないですか、2ヶ月も経って、実際に広げると言って広がってないんですよ。検査の能力いくつあるか、改めて今日の質問に向けて、昨日報告いただきましたら、10万件に達してないじゃないですか、現時点で。何十万件っていろんな大きな数字をおっしゃってますが、今後の見通しだって、現時点では10万件以下でしょ、違いますか、これ、厚労大臣。厚生労働大臣、田村憲久君。これはですね、抗原検査に関しまして、抗原検査キット、簡易検査キットでありますが、これに関しましては、メーカーの方々とも調整をいたしまして、このシーズン、約2000万回、これはですね、対応できるということで、今、これは需要がなければ供給するわけにいきませんから、いろんな形でですね、ある一定程度は保管をさせていただきながら対応いたしております。でありますから、これはインフルエンザが拡大した場合に、それに対応する同数できるようにということでの対応でありますけれども、一定程度症状が発症された方々には、こういう形で対応いたしたいと思います。なお、今、8万5000件1日あたりでありますが、多分
すべて稼働すれば、これ定時で稼働しておりますから、すべて時間を取って稼働すればですね、10万件を超えていくと思いますけれども、それぐらいのですね、PCR 検査能力を有しておるということであります。以上。枝野幸男君。今、ホームページなどで検索かけるとですね、PCR 検査であったり、抗原検査であったりとかですね、民間の医療機関等が窓口になって、どなたでも受けられる。これだけ感染拡大している中で、私たち自身が東京から感染を拡大させる要因になってはいけないということで、大変高いんですが、私自身も先週末から地方出張するにあたっては PCR 検査を毎週受けることにしました。こういう検査能力って厚労省は把握してるんですか、あるいはどれぐらいやってるか把握してるんですか。厚生労働大臣、田村憲久君。日々ご報告をさせていただいている検査の中においてですね、こういう民間の部分も、ご協力いただいているところは掲載させていただいております。かなりの部分はですね、この検査数として民間の部分も含めてご掲載をさせていただいていると考えております。枝野幸男君。すいません、ご協力いただいている部分がどの程度の比率になるのかが分からなければ全体像は分かりませんよね。どれぐらい協力してもらってるんですか。厚生労働大臣、田村憲久君。実態として分かっているわけじゃありませんが、これに関してはですね、法律等々でそのようなことを義務的に報告させるような、そういう制度になっておりませんので、そういう意味も含めて、今度、新たにですね、オープンデータ化を図ろうということで、金額でありますとか、またどういう内容であるとか、制度管理をどういうふうな形でやっているでありますとか、そういうことを含めて、オープンデータ化を図ってですね、ご利用する国民の皆様方により、利用してしやすいような形で、情報を提供できればというふうに考えております。枝野幸男君。政府がやってくれないので、民間ではどうしても感染拡大をさせてはいけない、一方で移動したり、いろんなことの必要があるという方は、この民間で自費で受けてらっしゃるんですよね。実際にこの民間は急激に増やしています。実は私自身も先週、水曜日に検体を取って、金曜日に結果が出ると言われたら、今、検査会社の方も、急速に設備を整えて、整いつつあるので、1日前倒しで検査結果が出ると、こういう状況なんですよ。つまり民間、お金を出せば、やってくれる、政府はやってくれないということの中で、お金のあるところ、あるいは企業とか、我々政党とか、お金が出せるところだけはやってるんですよ。だとしたら、こういったものをですね、しっかりと集約をして、そして全額出せとは言いませんよ、全部やれとは言いませんよ。例えば GoTo トラベルやるんだったら、GoTo トラベルに行かれる方は、例えば抗原検査だったら、かなり簡易でできますよ。抗原検査を安くやっていただいて、あるいは抗原検査の費用を国が持つから、そしたら旅行代金そのものについておまけしなくたって、多くの人は、それなら安心だと言って、旅行行かれるんじゃないですか。こういうのが、感染拡大防止と経済を回して両立させるということであって、多くの皆さんが少なくとも、もちろん 100% ではありません、検査は。だけれども、8割、9割、自分は感染していないんだと、人に感染させるリスクはないんだという安心感があることで、いろんな活動できる。あるいは旅行業者、例えばホテルとか、そうした従業員の方とかですね、飲食店の従業員の方についても、これは一定比率助成をして、そして定期的に検査をしていただく、うちはそういう定期的な検査してますよというようなホテルや旅館や飲食店であれば、お客さんも安心していける、これが経済活動を回していくことと、それと感染拡大を防止をするということで、こうした方向性、我々ずっと言ってきたのに、なぜか検査のことについては、さっぱり法かぶりをしたまま、一生懸命、旅行に行ってください、会食行ってください、これでは感染拡大するのは当たり前じゃないか、思っていたら、実際に結果としてそうなってるから、私は強く言ってるんです。方針変えるべきじゃありませんか、総理。内閣総理大臣、菅義偉君。先ほどから申し上げてますけど、政府の役割というのは、国民の命と暮らしを守ることだと思います。暮らしを守れないと命も守れなくなります。そういう中で、雇用、そして事業継続、こうしたことに政府としては全力で取り組んでいます。そしてまた、この GoTo トラベルでありますけれども、今、地方に行きますと、ホテルや旅館、
あるいはバス、タクシー、さらに食材提供業者、またお土産屋さん、こうした人たちが全国で900万人いると言われているんです。そうした人たちがこの GoTo トラベルによって雇用をなんとか維持できてきているのもそうじゃないでしょうか。したら私にこれに踏み切ったというのは、確かゴールデンウィーク前後というのはホテル旅館の稼働率というのは2割までいってなかったんです。そして地域経済を下支えている皆さんが何とかしてこうした方法をということでありました。まあ、そういう中で当然政府としてこれ推奨するわけですから、コロナに感染をする、あるいは感染拡大させてはならないという、まあ、そういう中で政府の分科会の専門委員の先生方からの話を伺い、移動では感染はしない、そういう中で取り組んできました。今回は政府の分科会の委員の皆さんから、もう一度検討してほしいという形の中で、ルールに基づいて取り組んでいるところであります。ですから、これからも約4000万人が利用させていただいて、これ、延べ人数ですけれども、しかし180人という、その陽性者が、そういう中でですね、なんとしてもこの感染拡大防止を最優先としながら、経済も増していかなければならない地域が廃れてしまう、そうしたこともぜひご理解をいただきたいと思います。以上、枝野幸男君。私は観光関連業者などの皆さんの生活、雇用、どうでもいいなんて言ってません。代案示してます。きちっと直接的に支援すべきだと。例えばお客さんが減って、そして仕事を減ってらっしゃる皆さんに対しては、休業支援金、給付金、もっときちっと対象になる人には行き渡るように、もっともっと啓蒙して、啓発して、しっかりとお届けをするべきだ。そして、例えば観光産業と、で、それから感染拡大防止するためには、検査を例えば事前にやってくださいというようなことを広げれば、それは2月、3月は検査の能力そのものがなかったんだから、そういう手は取れませんでした。今現実に、本当に皆さん、ホームページ見てください。もういろんな医療関係者の皆さんが、気軽にすぐに PCR 検査できますよと、抗原検査できますよと、国は何もしてくれないけど、民間はそういうサービス、たくさんやってます。でも、医療従事者や介護施設で働いている皆さん、そうした皆さんに自費でやらせるのはおかしいでしょう。そして多くの経済的な理由で検査を受けられない人もたくさんいる、そうした皆さんに検査についてちゃんと支援をしながら、そして安心して、感染拡大のリスクは非常に小さいという状況の中で、さまざまな社会活動をしてくださいということが、よっぽど抜本的な解決策ではないんですか。もう一度聞きます。GoTo トラベルだけが、GoTo キャンペーンだけが経済を回す手ではない、他のプラン B、プラン C、総理は持ってないんですね。もうこれしかない、他の柔軟な対応をする、そうした選択をする余地はない、そういう硬直的な姿勢なんですね。総理。内閣総理大臣、菅義偉君。私は地域経済を支える中で、極めて有力なのが、この GoTo トラベルだという判断をしております。そうして今日まで、何回も申し上げますけど、延べ4000万人で、約180数名がこの陽性ということです。もしこれ、GoTo トラベルを受け入れた旅館で、こうした発生があったら大変ですから、私、国土交通大臣からいろいろ報告を受けてますけれども、さっき国土交通大臣が現場に行っている話ありました。現場の人たちは、その感染拡大防止のために、大変な努力をされるということでありました。そういう中で、この悩みながらも、この国民の皆さんの命と暮らしを守る、そういう中で、私ども、この GoTo トラベルというのは、大きな成果がある、そして地域の経済の下支えになっている雇用を生み、
そうした中の重要な一つであるという位置づけであります。さらに、もしこうしたことに勝るものがあれば、そうしたものも当然ご提案をいただければ、受け入れをさせていただいて、なんとかこの危機を、コロナウイルスの拡大を防止を最優先としながらも、経済を回していかなきゃならないという、そういう中でご理解をいただければと思います。委員長、枝野幸男君。私たちは春先から検査を抜本的に拡大しろと、そして感染ルートを追っかけていくというところにとどまらずですね、できるだけ感染のリスクがあるところには、検査を広げてい、くことが感染拡大を抑えることだと、ずっと提案をしてきていますし、それから、直接的な補償という言い方、政府がしにくいんであれば、実質的な意味でもいいから、お客さんが減って困っているところについては補償しろと、直接支払いしろと、そのことによって事業の継続をしっかりさせろと、持続化給付金だってもうこれだけでは1回では足りないでしょうと、そういった提案をしてます。ちょっとパネルを出してください。我々は20日に緊急対策、これだけの感染拡大の状況、第3波といわれる状況に対して、急いでこういう政策を取ると、具体的にパッケージを我々示しています。これを具体的に説明する時間はありませんが、我々はちゃんと示していますが、なぜかこの GoTo キャンペーンだけに、一生懸命こだわられて、検査の拡大は進めてこられない。いや、そもそもがこの3連休に対して、3連休が始まってしまってから、慌てて会議を開いて、そして GoTo キャンペーンの一時停止ということを打ち出した。多くの皆さんは、いや、キャンセルの話はどうなるんだと、今からやめたらこの3連休はキャンセル料とかどうとかわからないねと、それからブレーキ踏んでるのか、それとも踏んでないのかよくわからないということで、多くの皆さんがはっきりしないので、従来の予定通り全国各地の観光地、大変な人でした。交通機関も大変な混雑でした。政府はブレーキを踏んでるんですか、それともアクセルを踏み続けているんですか。GoTo トラベル、GoTo イート、一部の地域は停止をするけれども、ぜひどんどん、関連業者の皆さんを救うために、支えるために、旅行にはどんどん行ってください、会食にはどんどん行ってください、ただし会食の時には会話しないでね、意味が分かりませんが、こういう姿勢なんですね、総理。総理、政府の認識の展開です。国務大臣、西村康稔君。分科会におきましてはですね、10月の15日から、この感染が増加する要因と減少する要因が拮抗していると、そしてこれが崩れるかもしれないからということで提言をいただいて、その時点から私も、感染増加が見られる地域の知事と連携を取りながらですね、まさに検査の拡充、北海道や札幌市、あるいは大阪、3倍も4倍も今、検査件数をその10月半ばから現時点で増やしていっています。東京も倍近くなっているんだと思います。私ども検査についてもですね、リスクのあるところ、これについては重点的に戦略的にやっていくということで進めているところであります。ちなみにこの検査の拡充については分科会でも何度も議論をしてきておりますが、専門家の皆さんもですね、今日検査を受けても明日はわからない、しかも全員ができるわけじゃないんで、やはり基本的な感染対策、つまりマスクの効果はもうこれ明らかになってますので、マスクをし、消毒をし、3密を避ける、このことが何より大事だということで言われています。そうした中で、例えばですけれども、福岡にも多くの人が GoTo トラベルで行ってますが、福岡は感染が落ち着いてます。北海道も8月9月も大勢の人が訪れました。でも増加してきたのは10月の末からなんです。こういったあたりをですね、我々しっかりと分析しながら、感染防止策が取られてない中で人の移動、あるいは気温が下がってくる中でそうしたリスクが高まっていると、こういったことにも注意しながらですね、また経済、つまり暮らしと命両方守るという観点から経済対策もしっかり取りまとめていきたいというふうに考えております。枝野幸男君。専門家の中にもですね、いろんなご意見があるということは皆さんも承知じゃないですか。だから実は学術会議なんかも問題でね、政府にとって都合のいい意見を言ってくれる専門家だけ集めれば、政府の方針に従ったそういう方針が専門家から示されて決まってるんですよ。この間これ危ないぞと言ってきた専門家もたくさんいます。アメリカの CDC は、胃の一番に自分や家族の健康と命守るんだったら旅行には行かない方がいいと、アメリカの CDC 胃の一番に示しています。ですからいろんな見解があるんです。そして確かに検査をしても 100% 把握できるわけではありませんが、マスクだって 100% 防げるわけじゃないじゃないですか。 100% は求めてもできない、残念ながら。そういう敵を相手にしてるんです。そうした中で
検査をすれば、少なくとも検査をした対象の中で感染している人がいれば、そのうちの8割、9割はそこで発見できて、その人が旅行行くのを止めれば、その人が会食行くのを止めれば、そのことによって間違いなくその範囲では感染の広がり止められるのは間違いないじゃないですか。なのになぜか、なぜか感染この検査を広げるということについては、一貫して抑制的で、一方で検査をしっかりとして、感染拡大を防ぐというような手当てをしないまま、GoTo キャンペーンなどを進めた結果、結果的には長い目で見たら、この感染拡大の広がりで、この冬の時期の観光業者にも大きな打撃を与えることに私はなってしまったと思っています。7兆円残っています。来年の1月の半次補正だなんて待ってたら、実際に手元に届くのは、来年の4月、5月、6月になりかねません。今使える7兆円のお金を使って、観光事業者を守る、検査を拡大をする、こうした緊急対策を取る、それが政府の責任だということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。